こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン輸出を始めてるなら稼ぎましょうというお話です。近畿大学の卒業式でですね、堀江本が卒業生に送ったメッセージで、日本ともタイの物価はね、半分ぐらいしか違わないと。日本の半分ぐらいがタイの物価だと。で、タイだと稼いでいて、5万円の寿司屋が満員だというような話をしてました。日本で5万円の寿司屋が満員って考えにくいんですけど、実際タイに行って、普通に朝食を食べて、マンダリンオリエンタルで食べて6000円。そしてですね、ちょっと高いところにあるバー、高いって値段も高かったですけど、バーですね、スカイバーって言って高層階にあるバーで、軽く寿司をつまんで、グラスワインを2杯飲んだら3万円でした。だから寿司5万円ってのはね、むしろ高くないっていうか、安いんじゃないかと思いますね。タイの物価だと。それぐらい景気のいい人は世界中にはたくさんいます。かたや日本はどうでしょうか。あんま景気いい話聞かないですよね。で、日本で商売するの難しいと。給料も上がらないと。だから手軽にできるアマゾン輸出で稼ぎましょうというお話で、アマゾン輸出始められていると思います。この動画を見ているということは、ほとんど私の本を買うなりコンサルを受けていると思います。もったいないのは、せっかくコンサルを受けているのに、せどりとか輸入とかも全然やっている場合ではないです。よっぽど儲かっているならいいんですけどね。よっぽど儲かっているなら多分アマゾン輸出に興味を持ってないはずですので、大して儲かってないなら、せどりとか輸入はやめた方がいいです。なぜなら、全然輸入のスキルを磨いてもね、市場がどんどんちっちゃくなっていくんで、見返りが少ないですね。一方、輸出のスキルを磨いていけば、世界中どっかの国は必ず景気がいいわけですから、それを物価の安いね、日本の商品を移すと。貿易っていうのはね、安いとこから高いとこに持っていくのが、基本なんで、わざわざね、高いとこから安い国に持ってきて儲けるっていうのはすごい難しいです。どれぐらい難しいかっていうとね、ちっちゃなものから大きなものまで言うと、お菓子。ね。日本で売ってるロイスのお菓子。別にそのままでですね、ただオーストラリアに持っていくだけで、値段は3倍以上になります。ね、でしかも反応がね、ここシドニーの反応だと、お求めやすい金額なんですね。約2000超えるお菓子っていうかチョコレートが、美味しい生チョコだから手頃な価格だねと、比較するものはもう高いものと比較するから手頃だねって話なんですね。で、例えば、ランチ。ね。アメリカで、大戸屋のサバ塩定食食べると21ドル、約2500円です。別に普通ですね、これね。シドニーから考えても。ところが日本だと775円。ね。安くていいですね。で、ホテルの朝食。バンコクのオリエンタル、ね、6000円です。混んでます。日本だとどうでしょうか ?3800 円。混んでるかどうかはわかんないですけど、全然ね、日本のマンダリンオリエンタルの方が、バンコクのマンダリンオリエンタルより、ゴージャスだし、雰囲気もいいですし、サービスも全然いいです。同じサービスで、あのサービスでもしバンコクに持ってったら朝食1万円超えると思いますね。それぐらいもう日本は何を買っても安いと。ね、何を食べても安いという国です。ですので、この安い国から、高い国に輸出すると、もう自然な持ち方ですね。安い国に、高い国から持ってって輸入して儲けると、もうすごく難しいです。どうやって儲けようかなと思っている人は、それすっぱり諦めた方がいいですね。これで稼いでるからいいやと、確固たる自信がある人だけやるべきことで、そんな人はこの動画は見てないと思いますんでね。どうやって稼ごうかなって、難しいなって思ってる方は、もう、時間の無駄ですんで、輸入とかせどりとかやめて、アマゾン輸出取り組むことをお勧めします。せっかくサポートを受けてらっしゃる、あるいは本読んでいらっしゃるんでですね、ここは集中して、今から稼ぐネタの見つけ方を学んでですね、そして楽しくホリデーシーズンを迎えて稼いでいただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。